Yeah. 2発目の核弾頭 CPF 樋口教授のトラック。なしてこのストリート歩いてきた。そこらにうじゃうじゃラッパーはいるけど本当にどんな MC はどんくらい話も変わる。いつも思う俺は恵まれてる。なぜなら生粋の千葉県産のいた天才。まるで尾形塁に出れば必ず盗塁。やつも盗塁。若い頃からこの目で見てきたドープとスキルこの場で継承。あれから何年いろいろあってついに掴んだこのチャンス。まるで師範代羊の顔はかぶった狼から叩き込まれた。このテキストチェックしろ。単身音会心の一撃食らわすシャドウメン E.G.G.MAN。 プレイボールプレイボール、いきなりデッドボール。絶望から始まる今回のゲスト。不適当な言葉を適当に散りばめベクトル。上げるテクトテクトをつなぐ無敵のスライダー。グライナーインコースに着弾。お次は撹乱したアウトコースに爆弾。たくさんの言葉に作乱中範疇にないフローにビビったやつはの眼中。何十回の何十倍ものブーイングも封印してやるぜ。吸引中に前急に消えていく。真急に注意しなよからブリフルスウィングアウト奪う今日もバングブラックス勝ちをどうぞ。そうそうたるメンツが登場全部が上場。年中上等な状況でスタンバイ何回だって投げきれるスタミナ。揺らぎないスキルでピタリシャットアウトになるようになる。今日も勝つようこそ CPF マリンフィールドエア。勝つか負けるかの勝負引き分けはない。最初はグー先攻後攻チレッピ。もう一つおまけにチレッピ合言葉はそう。勝つか負けるかの勝負引き分けはない。最初はグー先攻後攻チレッピ。もう一つおまけにチレッピ合言葉はそう。たまえしゃべり出す俺のトークトークを持つトゲを刺す言葉いただいてた。いただみたか坊や凶暴な暴れ坊はシャドウメン。野生の畑噛みついちゃ離れん剥がせんお前のせい